今のバイオリンの先生との出会いは衝撃的で、どうすれば良くなるかっていうのを常に考えてくださってるし、ちょうどいい先をいつも用意してくれる先生なので、引っ張っていかれるっていうよりは自分で頑張ろうっていう気持ちにさせてくれる。実は私幼稚園の年長の頃から3年間にヤマハの音楽教室に通っていたヤマハっ子でした。今はヤマハっ子なんですけれども、将来はヤマハシニアになりたいなって思ってます。もう生きがいでしかないなっていうのと、そこに行けば楽しめる、そこにいれば成長できる、自分にとってはなくてはならない場所です。私が弾む場所、ヤマハミュージックスクール。